るのが見ての通り企業案件になるんですが、なんと案件先がまさかのアニプレックスです。しかもこれ YouTuber って普通代理店経由した案件届くんですけど、今回の案件なんと代理店経由ではなく直々に連絡をいただきまして、もう普段から視聴してるんで多少過激になるのは分かってますと。それでもぜひフラットさんにとのことでした。皆さんこれが何を意味してるか分かりますか？何してもいいんですよ。ってことで早速本編に入るわけですが、今回紹介するのがビルディバイドっていうアニプレックスから発売された新規カードゲームです。まあうちがこの手の新規 TCG の案件を受けるのは2回目ですね。まあ1回目は確かゲーム。ってことで早速このゲームのルール説明に入るんですが、この動画を見てる皆さん、基本ルールを理解するのに必要な時間はわずか5秒です。一体なぜか。実はこのゲームめちゃくちゃざっくり言うと、2マナスタートでシールドが10枚あるデュエルマスターズなんですよ。まあただもちろんね、本当にそれだったら普通にゲームとして終わってるし、まあ実際違うとこもかなりあるんで、今からこのゲーム独自の仕様だったりルールだったりを説明していきます。ただまあ多分うちの視聴者の大半はルール聞いた瞬間から遊べると思います。ってことで先にビルディバイドの盤面を見ていきます。はい、まず左上ですね。ここがライフを置く場所です。まあこのライフっていうのはデーマで言うとこのシールドに当たる部分ですね。本ゲームはこのライフを全て削り切り、ダイレクトアタックを決めたプレイヤーが勝ちとなります。ただこちらデーマと大きく違う点が2つあります。で、1つ目が相手のライフが残り1の時に2点持ってるカードで殴った時です。これデーマだと相手のシールドをなくしてからもう1回ダイレクトアタックしないといけないんだけど、ビルディバイドの場合はそのままゲームに勝利します。で、そしてもう1つ、デーマだとブレイクされたシールド手札に行きますが、ビルディバイドの場合は相手に削られたライフは手札ではなく墓地に行きます。で、まあ、我々だとおなじみのシールドトリガーについてなんですが、ビルディバイドには2つのトリガーがあります。1つ目がショックトリガー。こちらの右上に星マークついてるのが特徴で、このカードがライフから墓地に送られるとカードに書いてる効果をそのまま使用することができます。だからまあこれは我々の知ってるシールドトリガーと一緒です。で、もう1つがバーストトリガー。こちら右上にドクロマークついてるんですが、この手のカードは普通に使うとめちゃくちゃ強力な効果が書いてある反面、ライフから墓地に落ちると追加で1点ダメージを受けてしまうっていうデメリットがあります。で、これめちゃくちゃすごいんだけど、最後のライフがドクロだった場合はそのままゲームに敗北します。まあ俺の勘なんだけど、おそらく発売後はこの負け方をしてツイッターに愚痴書く人が多数出てきます。まあエゴさんが楽しみですね。で、そして1個隣がフィールド。まあこれバトルゾーンですね。で、次、ここがこのビルディバイドならではの場所で、その名をテリトリーゾーンと言います。ここにはですね、ゲーム開始時点で両面印刷されてるなんか専用カードみたいなのがあるんですけど、それを1枚セットしておきます。で、そのカードですね、エースユニットって呼ばれる、まあ、特定のカードを使用することで裏返すことができまして、その真の能力を解放することとなります。まあちょっとここでテリトリーカードとエースカード一つずつ見ておきましょう。はい、こんな感じですね。エースカードなんか専用のマークみたいなのついてるんで、初心者の方でもすぐわかります。で、まあこのマーク書いてあるやつを場に出した時にテリトリーカードが裏返るってわけですね。で、まあこの出てきたテリトリーカードなんですが、まあ例えばこいつの場合はコスト5以下のコマンドを唱えた時、それをコピーするってことで、例えばこのゲームには確定除去が5コス帯にいるんですが、これが2連続優勝できるわけです。で、このイカレバフいつまで続くのっていうと、なんとゲーム終了時まで永続的に続きます。皆さん、これを第1弾で出すには早すぎるんじゃないかって思いませんか？僕もそう思います。ただ皆さん、他の TCG ってさ、このインフレに次ぐインフレで今めちゃくちゃ激しい動きしてるじゃないですか。で、そういうのを経験してるプレイヤー相手に商売しようとした時に、生半可なカードだと絶対パンチ弱いんですよ。まあだからそういった背景からこうせざるを得なかったんだろうなと思ってます。まあちょっと盤面の解説に戻るんですけど、あとはまあ山札だったり墓地だったりエナジーゾーンだったりがあって、あともう一個リムーブゾーンってのがあるんですけど、こいつは墓地のさらに墓地みたいなゾーンです。まあなんか墓地利用みたいなカードがあって、墓地にあるこのカードをリムーブゾーンに送るとなんか効果発動するよみたいなカードが、まあ、結構あるんですけど、まあ遊戯王でいう除外みたいなもんだと思ってください。はい、では次に簡単なルール説明をします。はい、まず山札とテリトリーにカードを置いて、じゃんけんで先行後攻を決めます。なお互いの了承があればサイコロやコイントスで決めても問題ありませんとのことだったんで、多分この書き方だと腕相撲とかで決めても大丈夫です。そして戦後が決まったら手札を5枚引くんですが、このゲーム1回だけ手札の引き直しができます。俗に言うマリガンです。で、その際は1回引いた手札を山札に混ざらないようにどっかその辺に置いといて、残りの山札から追加で5枚カード引いて、最初に引いた5枚を山札に戻しシャッフルします。で、その後山札からライフ置いて、で、この後エナジーを2枚置いてゲームスタートです。だから初手2マナあります。で、まあその後の試合展開は感覚的に分かると思います。ユニット出して相手のライフ削ってって、そのまま相手殴って勝ちです。まあその辺はプレイ動画出しながら補足していきます。それでは本編見ていきましょう。どうぞ。まあいろいろルール説明したんですけど、ちょっと今回の企画ですね、このビルディバイドのスタッフさんに無理言って、とあるものをお借りいただきました。ビルディバイド第1弾の全カードリスト、4枚セットで入っております。すごい。ちなみにこれはスタートデッキってことですか？これスタートデッキですね。はいはいはい、はい、それのその第1弾のコンプリートセット ×4 入りっていう恐ろしいセットを借りました。これは返してねって言われたんで返しますけど、
そうだな、なまあしゃあないそれは。で、今回の企画なんですけど、まあ、TCG YouTuber なら初見のカードゲームでも強カード分かる説っていう検証なんですよ、うん、まあね、2-2に分かれてお互いに1種類ずつドラフトしていきます。で、これに関しては俺も見てないから今からちょっとお互い見ましょう。これすごいな、相当贅沢なことすごいね。しかも毎回送ってくれるらしい。これいや言ってないよ。え、言いどくかな。変化の武器ロード様なんだから違うわ。違う、終わった終わった。お前消された。え、一緒じゃないのあれ。めちゃくちゃじゃないの。殺せるぞお前マジで。何歳カウンターじゃん。そのカウンターの数だけ今までしたわ。それ試してしまった。強い。これ許されたんやな、普通に。追ってくれんかなと思ったけど、普通に追ったわ。え、なんか一段にしてはさ、やれること多くない？多い。だ今のカードゲームって結構迫力あるから、負けないようにって感じでしょ。え、めっちゃ下口見えてる。そうだね。やそうだね。やばくねえよ。俺カードの効果見上がったけど、下口的にずっと見とった。困るわ、普通に。普通に困るわ、俺が。しかも強いし。嘘、本当に下地に目を取られて効果みたいな。え、これめちゃくちゃ強くない？下地めちゃくちゃ強くない？何マナ？4。あー、それなんだっけ効果。4マナチップ3000ダメージ。あ、次見れたんだ。あー、もうここやばい、マジで専門用語しかない。相手はこのユニットをトリガーでプレイするコマンド以外で対応できない。ちなみに1位は一番取りたいこの中で。うん、分かる分かる。俺それ2番目やった。え、マジ？俺の1番目やってくださいよ。完璧だ。これはね、いやもうさすがにセンスあるわ俺だ。もろた。マジでもろた。俺も今頭死んでんだけど。うまセンスあるわ。うま、いや組み合わせたい。そう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 、完璧に分かってるやん。ほんとにね、これあのあれやね、パチンコ屋さん後並んで狙い台をね、もう2台決めた時のあと抽選引くだけやの気分やね。あせーのピン、うん、いらん、うん、せーの、はい。あ、さすがに。まあそうだよな。まあそうなるな。まあそうだよな。優秀すぎたね。優秀すぎた。メントリルがもろもろ強いよね。そうやっぱリソースはな。こいつだってなんなら一色でいけるまでない。あ、まあ、ある、まあ、あるあるけど、まあ多分一段プールだと二色使った方が強いと思う。まあ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 、まあ、パワー化がね。じゃんけんする。じゃんけんするしかないでしょ。最初はグーじゃんけんぽい。しゃあ、解散です。こちらはい。ああ残念だ。どうします？だよね。うん、そうだね。さすがにね。さすがにね。相手がさ、でも青持ってる状態のさ、白強いみたいなことない？な、あるあるある。だってこれどうしようかな、ね、普通に青取れる前提でいた。そうそう、わかるわかるわかる。だけど、せーの。はい、じゃあもうこれは、これはね、議論の余地なしということで。じゃあ、日記を決めましょう。まずは、どこなんだ。天候を決めるね、まずね。最初はグー、じゃんけん、ポン。いや、戻そうよ。これは、これは。本当に？でもこれマザランなんですよ。マザラン引けばいいよ、もう一回。いや、引く。まあ引いてもいいか。じゃあここで5枚引いて残り尺じゃない？あ、そうだね、そうだわ。はい、で、10枚引いて。あ、10枚、エナジーゾーンじゃなくて、はい、シールドゾーンじゃなくて、ライフゾーンか。で、エナジー4、2枚。で、エナジー2枚。おお。いや、さっきよりやばいかもしれない。はい、はい、どうぞ。なるほどね、そうなるんだ。こうなってしまうか。結構な下振れじゃないこれ。結構な。はい。あ、悪くない。はい。ちょっと。なるほどね。終わりか。えならやるか、あっち。全然えならいって。えならいって言っちゃってるけど。大丈夫か。はい。ごえな。はい。マルグレイヤ、解放するよね。解放する。解放してエンドでしょ、これは。はい、今ですね、エースユニットであるマルグレアが出てきて、テリトリーカードが解放されたところなんですが、このデッキにはちょっといくつか専門用語があるんで、ちょっと解説していきます。というわけで、このマルグレアなんですが、こいつ、ジャッジメントっていう効果持ってまして、これね、相手がユニットを出すたびに、断罪カウンターってものが1個加算される能力です。そしてこのデッキは、この断罪カウンターを使って様々なアクションを行うことができます。で、その中でも代表的なアクションが、たった今マルグレアを出したことで解放したテリトリーカード、審判の神殿の能力です。こいつですね、このテリトリーが解放された時と、メインフェーズ
ずに断罪カウンターを2個消費することで相手ユニットを1体バウンスすることができます。まあ、つまりですね、断罪カウンターがある限りは相手のユニットを毎ターン確定で1体手札に戻すことができます。皆さん、これが一覧のスペックです。終了。はい、見たくやね。てかこれさ、これ完全なことだったけどさ、ターン終了時手札6枚以上あったら5枚ぐらいすんのに。え、初耳ルルタ。あれあれ、モータロ伝説、モータロ伝説出しまった。てててて、まあいいじゃん。まあ、じゃあちょっとこのターンからその適用で、まあいいね。で、で、あれか、断罪カウンター乗ってサブレスト。で、もう、なんかね、これで終わりやね。なるほど、タグラップ。もうシンクロし始めた、俺は。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、なんて読んだろう。エリザベルト、ホーキーの天使エリザベルトさん、ね、はいはい。で、こいつを出した時に1個取り除いてもよい。そうしたらカードを1枚引き、あなたの手札から総コスト5以下のユニットカード1枚まで登場させる。ブーン。で、マルグレアの能力も誘発と断罪カウンターが取り除かれてるからプラス5000のヒットプラス1でしょ。こいつどっちもじゃない、強い。これこいつらは殴っていいんじゃないですか。殴ってみっか、殴ってみっか。おら、似てんじゃん。はい、おい、はい、やばいやばい、祭り、はい、うん、いい。殺されるまである2点。これブロックじゃね、ブロックいいよ、うん、はい、ブロックで、はい、で、終了。終了、この顔である。そうなんだな、マルグレアもエリザベートも殴るとかはあるんかな。相手も取ったら、こうできるから、うん、うん、なので、はい、踊る、はい、は、それはちょっとまずい。で、とりあえず残罪カウンターが3個になりますね。はい、よしよしよし、スッスッス。分からんくらい、もっと分からんくらい。なんでだ、ああ、あ、10で、ね、そう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 、じゃあ6やね。え、もうじゃあパンチ勝ったね。待て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 、テッパーはプラス3000だっけ。そうだね、9000。はいはい、で、起きて、はい、ああ、で、起きて、アタックまでいけるか、これ実は先行ってな。これ今何点、何点、2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 点、うん、こっちだけ2点いくか。これじゃあもう殴ろうぜ。そんなモリモリ出ない2点。はい、甘んじていきましょう。いや、そいつはパワー、あ、でも上から踏まれるんか。そう、うん、なるね。なんでこれ、おい、強っ、バーン。簡単だな、なんだっけ。もう一枚、もう一枚、はい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 、ビルティーバイド簡単すぎ、ワリガーの格差よ、ね、簡単。これはなんかあるんだっけ。いや、もうなんもない。あ、ワンドローかね、チップね。これ払っていいんじゃないですか。どうして考えよう、起こすドローを。そうだね。まあ、バズやな。じゃあ2枚払ってもらって、はい、4コス。これ殴るんかむずいですね。2点だけいくとかも、まあ、ありっちゃりだと思うけど、まあ、それがあるから、まあ、微妙か。一旦エンドでもいいと思うんですけどね。エンド取りが今踏み得せてない。でもブリッツで取られ上から取られたらもっと負ける気がするんだよな。確かに。いいか、残してみるか。うん、残してみるか。引けるよ。先こっちで一旦してみて。うん。どう？どうせか。普通は何するやつ？いや、アタック時にどっちかな今、ワンブーストするかライフ増やすか。あ、なるほど、ね、これはいきます。3点ですね。で、今9500で3点ってことか。いや、今こいつ自身も3000乗ってるから12500やね。強っ。ここだ、デモハンド踏んでいけ、踏んでバウンスでバーン。いいんじゃね、いいよね、うん、ドクロ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 みたいな。1枚ですね。はいはいはい、これマイナス6000とヒットマイナス1なんで強すぎだろ。え、これ例えばだけど、あ、ここにやると止まる。あー、なるほどね。あ、だめ、はい、え、やばい。ええ、は、お、まずい、は、嘘だろ。え、やばいやばい、最後のやつ。いや、これもだよ、これも。そのどういうことでしょう。え、はい、え、そんなことある、そんなことある。激まくりした。え、危ない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 。まあ確かにそうだな、一言ではないな、これ殴っていいかじゃない。一体残し2点いったん、一旦2点いくか。お、何も出せるもんか。うわうわダメ、わわわわわ、いやー、そんな裏ドラじゃん。白です。じゃあ、5マナでライオンで出します。で、じゃあここにアタックで、クイックを発動。
効果で6000マイナス。じゃあそれに対してクイックでキャピタルブリーカー破壊。待って見て。よ。8000回よね。これは対象取れてないとかやる。そうだね、アンダッパーしないわ。そのまま終わり。はい、なるほど、なるほど、言いたいことは。で、ドロー。バランスか、バランス。バランスして。バランスするわ。はい。2個取って、で、3本払って、破壊された時に、近畿じゃないカードを墓地から回収。近畿って何？はい、この近畿。種族。あー。で、終わりでした。で、殴る意味なくない？まあ、このターンで終わるかもしれない。あー、まあ、そういうこと？ドクロ。ドクロどれだけ見えてる？ドクロは、さっき、バカほど見えたよな。7。ウルフェンバウンスしてるから、そっち視点で8見えとる。ライセンにかけよう。うん。いけ。掘り出し点で急見えないの今。まあ、ドクロかな。普通に言うの、順当にいけばいける。だ順当にいけば、だここに2枚やってくれればいいやろ。でもいいし、トリガー踏んでくれたらそれだけで、別に。まあ、そうな。感じれるし。OK。まあ、やっぱり。はい。まだまだ。いや、ドクロドクロだ。ドクロドクロ以外勝ちや。おい、あるよ。おぉ、ねえ。今の踏まえた上で、破壊で。トリガーなんで。はい。いや、わからん。このトリガーでなんか。まだ終わってないじゃん、みんな。あ、だからこいつは残ってるから。で、俺の答えな。で、どちらかというか見えますと。で、頼む。ここはマジでクリーチャー欲しい。中に行って。はい、はい。うわぁ、しょうもねえ。あれまだあるまだあるかもしれない。まだある。ここから入れる保険ある？じゃあ置いて、6番でウルフェン出します。こいつは何だっけ？これ攻撃陣に盾追加っすね。強っ。盾っていうか、ナイフ回復か。で、9500のプラス3000で、めちゃくちゃあると。赤なんでさ、ナイフ回復するの分かんなくね。3点。12500。ちなみにだけどさ、ライフがレッドゾーンになるって書いてあるけどさ、今はレッドゾーンですよ。これはちょっと一旦質問しとくか、これは。レッドゾーンなんじゃね？俺、さすがにレッドゾーンだと思うんだけど。私、ライフゾーンについての話なんですけど、ウルフェンっていうカードが、なんか、まあ、攻撃するときにライフがレッドゾーンだったら、山札をシャッフルし、1枚はライフゾーンの戦闘力っていう効果なんですけど、例えば、残りのライフが5個ありましたと。要はレッドゾーンの数って5個じゃないですか。この状況はまずレッドゾーンですか？イエローゾーンですか？これレッドゾーンですね。1枚も、ライフがないときっていうのはレッドゾーンですか？それどっちもレッドゾーンなんですね。はい、了解です。どっちもレッドゾーンなんだ。じゃあ、ウルフェンで、殴るときに、はい、縦追加します。ライフ追加します。で俺らの線はもうこれ、お前は違う。2点な、3点なのか。これ3点。あ、じゃあ、打っても意味ないから、まあ、そう打っても通してデーモンハンドフ、まあ、通して、これだよね、呪われた切り札で破壊で耐えれると。なるほど、そう、それしかない。これでもいいな。バウンスでもいいな。確かに。デッキトップでもいいな。確かに。だもう、ペラでいこう。ペラでいこう。せーの。ああ、なんならね。なんなら。なんなら。なんならドクロだったわ。いやー、怖っ。危ねえ。一致しちゃったな。なるほど。重要。赤。導入は分かったから。ちょっとだけさ、変えてね。ああ、別にいいよ。だから、一回戦った上で、うん、ちょっと改良してもう一戦やろうぜ。そうやな、ね。最初はグー、じゃんけん、ぽい。このままで。こちらはリガンです。はい。で、5枚ので、これ混ぜて。うん、そうっすね。うん、ここやばい。え、この向きでね。うん、あ、そうだ。そう、スイッチやね。で、先行ドローなしだよね。そう、ドロー。じゃあ、待て。これはダメなんだ。なぜならこれ。あーね、深っ。あ、なんかなるで。うん。それ3名ね、新兵器買います。すごい。で、終わり。先行の2ドローが1番ずれ。許す。白です。おいいのりだ。ナイスすぎる、それは。あ、そうですね。あ、こら。強っ。1番で。ああ、それ強っ。そのままか。で、いや、ワンチャン殴るだけあるっていう話よね。いいんじゃない？殴るな。うん。1点。1点。はい。ふっ。お、あ、いや、今のは全然いい。今のは全然いい。終わり。はい、頑張ります。通話ってらっしゃるけど。どうなんですか？アンビションイーター。これは離れた時ワンドローで寝てるとここにしか殴れない。ああ、でこいか。マイティン行くべ。うん、でこい。1点。でこいの良さを。だからライフ使うかね。これ。あれか、ぶつかった。ちょっと待って、それ。ちょっと待って、それ、打たない説あるんじゃない？打たない。はい、そのまま打たないです。よし、終了です。よいしょ。やらないように。強っ。はい。で、レンドで。で、パンチ。じゃあ破壊されたのでワンドローですね。はい。で、あと勝ったからなんだ。はい。言っていいと思う。6000だからなかなか取れんと思うわ。で、1点。なるほど。これは受ける。おはぁ、強い。かましやん。それは強い。で、おしまい。ちょっと、ちゃんとイカサマするやん。いでかすぎん、さすがに。やばくね、それ。
これでかい。でかすぎんだ。なかったことにされたんだよ。じゃあ 5エナジーで、はい、審判の天使マルグレーナで解放します。そうなんよ。だからあれが5000ぐらいだったらさ、6000残しとけばいけるかなと思ってたら。で、終了ですね。一番踏みたくないカード踏んで。あ、そうだ。すいません。そうだ。強い、はい。で、あ、であれか、すみません、断罪カウンターが乗るわ。結局何も出てるんですか。石残ったらでかいしな。いいな、はい。B エナ。で、ワンドローして1枚捨てる。はいはいはい。じゃあ、断罪カウンターが1個乗ります。はい、で、おしまい。とりあえずドローかな。スタンドして、ドロー。とりあえず2枚ですよね。枚。まあいいんじゃないですか、これで。うん、普通に、テンポよく。じゃあ、チェンソーカウンで。解放してるんで、これのパワーをマイナス5500。はい、なるほど。はい。で、これは殴っていいとかもあるか、一応。これのせいでさ、相当こっち制限されてるからさ、殴らんエンドなんじゃない普通に。だって次8マナで、8マナは関係ないのか、普通に。全員グリッチだから、エンドなんじゃないですかね。一方的に取られるよりは、まあ、残っといた方がいいのか。確かに。まあ、手札は、終了です。抱えれとるでしょ。うん。どう？もう、これだけこれ。うん。まあ、そうですよね。おそれは3000パンプのやつか。そう、で今9000で。じゃあ断罪カウンター行こうと思います。はい、画面行きたいと思う。画面パンチで。で、9000で2点行きたいです。え、これこっちだけ、ね、こっちから、うん、こっちだけど。一応その心は。え、ブロックされたらそこ殴っても2点。ああ、なるほどなるほど。じゃあナディアで2点行きたいです。8万あるんで効果で2点。なるほど、通すしかない。もう一回飲ませるけど。本当にそれマジやばいよ。本当にそれ許されんよお前そこで。じゃあ、え、でもブロックする理由はないよね。通すしかないよね、こっち側。じゃあ、通します。2点ね。頼む。何？はっ？マイナス6000のやつだね。うわ、これは、それ、これしょれば、あれだわ、一応。うん、そうだね、1点だよ。うん、収まるよって。けど逆にこっちに言えば、まあ、こいつの流れまでエンドするしかないね。難しい。てか、なんか。え、でも12枚以上入ってる。いや、じゃあそうだよね。マジ、実は20枚入ってるとか全然信じるけど。おい、バレるよ。はい。こっち、1点で、ラテナ止まって。1点で止まって。なるほど。もう行くの？そいつが2点か。これも通すしかないと。これは本当に通すしかない、うん、じゃあこれの1点、はい、で、もう1点、もう1点、もう1点で、もう1点か。ほんま、お、収束してきた。まあまあまあ、危ねえ。で、終了。おしまい。で、とりあえず結構いくつ並んでる。リソース尽きてきたわ。で、まあバウンスは主力か。普通にこっちから殴れで倒す分には構わない。あ、でもエンド陣出てくるのか。エンド陣出てくるよ。強っ、まあ、バウンスなのかな。じゃあ取る意味もないないっていうか、まあ、バウンスしたら払わせれるから。え、こ相手のターンでも出るの。出る。バケモンすぎショッツ。相性振りすぎ。ちょっと分かんないっすね。相性振りっていうか強すぎんカードが。でもまあ気づいた、気づいてしまったからな。まあバウンスかな。5マナ払わせるって意味で、はい、はい。じゃあ2点とか2個取ってバウンスでターンですね。あれ多分9段ぐらいまで使われるからね。当分使われても全然不思議じゃない。じゃあスキルやん。嘘つけよ。何回ドクロ踏みさんよ。これ並べて自利品で最後どっかでどつくしかないよ。そうやね。そうやね。そこでまあ正直ドクロめくってもらうしかない。全力はないと見たし。まあしょうがないよね。それでも、まあ、ラジオになるからね。どうしようもない。ちょっとなんこれ強いんか。これ使ってみると分からんってもらうんですか。使われてうざすぎたもん。じゃあ行くぜ。何もこでこいつが、はい、そうでこのターン断罪カウンター弾いてるんで、はいはいはい、プラス5000で1500の2点になってます、はいはい、じゃあ2点。でここで、はい、通る祭り8000火力で、はい、うん、はいはい、なるほどね、うん、でじゃあ終わりです。いいんですか。ほぼ買ったくないかこれ。まあほぼ買ってるせいです。 OKOKOK、 それ全然いらん。さて、じゃあまだミスない最強のカード見せますわ。え、もっこり。おや。9マナ。9マナ払いながらもっこりって言葉使うの。グラナディガ。見ていい？何でしょう。ブロックされない3点。で、除去耐性やって、トリガーですらでしか殺せん。やば。トリガーでしか選べん。で、そいつ死んだら、そいつ除去って墓地から6マナ以下出てくる。トリガーこれ行ってこい。トリガーでこれ引くしかないやん。行ってこい。バーン。3点なんで。3点。だから、そのまま飛びます。おい。このゲーム、おもんな。殺せ。ハヤブサマルって書いてあった。で、バイ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 。バイバイ。こんなことがある。これ強すぎだろ、マジで。いや、それっていうか、ライオネルがやばいわ。ちょっと2チャージしちゃった。6、あ、言ってもいいんだけどな。負けた。こんなんね。なかったぞ、俺らの風に。はい、というわけで、今回
枚使ったデッキが、こっちが赤青ライオネル、でこっちが、白黒マルグレアということで、おのおのコンセプトから説明していくか。でこっちなんだけど、まあ普通にブーストカードとドローカードであるその赤青っていう最強のシナジーが組めたので、まあ普通にブーストとドローを入れてライオネルからライオネルのカードパワーでって感じの、そうですね、ライオネルでこれ解放して、あとはもうとりあえず8マナを目指すと、あのこれとかマナブーストで、まあ、8マナ目指して、8マナ目指すとこいつの効果で全クリーチャーが2点になるからドンですね、っていうコンセプトで作ったんだけど、まあ、とりあえずいくつか使ってみて、まあ強かったなっていうカードを紹介すると、まずナディア、これ最強です、これ。あの、多分青を入れるデッキでこれ入れないタクあんのかなってぐらい強いけど。うん、ワンドルのカード強い、ね。そう、3万2000ワンドル、うん。本当に強い、これ。マジやばい。あ、まあ、その、試作品が届いて一瞬見たときに。まあ、普通に赤あるはず。まあ、どう考えても強いなと思ってて。これ確かスターターに入ってんだよ。うん、なので、まあ、こいつ本当に熱いっすね。うん、で、あとこれ。3マナ2ドロー。まあ、ご存知のカードって感じだけど。まあ、まあ、どの業界でも多分強いんだろうな、これは。このゲーム、結局、最初から2マナあるゲームだから、エナジーが2枚あるゲームだから、うん、その、初手から一気にこれ打てるんだよね。まあ、でも、5手だと損するのかな。そうそう、だから先手でこれ打って、で、次のターン4ターン目だから、まあ、要は、どっちか引ければ OK と。あの、ブーストするか、まあ、こっちもブーストできるから、うん、ブーストカード引くと、もう、次6まで飛ぶから、うん、何でもできるよっていう話で。あ、これもやばいね。このマナ加速カードもやばくて、まあ、これ別に、最速で初手に打つと、次のターン5万になっちゃうから、ライオネルが出てくるんだよね。相手より一旦着地早いんだよ、こっちの方が。最速で出てきて、何っすまあ、ライオネル普通になんかね、こっち側が、その、そうですよね。ライオネルの話するか。やばい。そう、ライオネル、こいつマジでいかれてる。本当に。これでも、スターターデッキに入ってんだけど、これ。てか多分全体的にスターターデッキが強い。あの、スターターデッキに入ってるカードが基本的に強いと思ってもらって大丈夫。うん、で、こう、マジいかれてて、これ。まあ、そもそも、スタッツがまず悪くないんですよ。5マナ6戦。多分、ここが1だから、その、他が強いとかあんのかな、わかんないけど、まあでも正直、破格も破格っすね。うん。まあ、結局、5万6000って書いてあるんだけど、まず6000じゃなくて、絶対にこれが解放するから9000なんだよ。そもそもがね。うんうん、まず9000確定してって、で、しかも、そのマナブーストするこういう系のデッキと組み合わせた時に、8マナあると、全員、あの、打点が1個増えるから、これで2点殴れると。って考えた時に、こいつのスタッツは5マナ9000、2点。で、しかも、8マナある時に5マナこれポン出しで殴れば、3マナ残ってるから。そう、熟耐性あるんだよね。そう、熟耐性あるんだよね。相手のターン、これ破壊されます。じゃあ、エンドフェイズ時にもう1回出てきます。うんうん、こっちのターン、つって話だから、もう。これは強いわ。弱いわけがない、これは。あの、まず全ての、 あの願いを叶えてるわ、これは。で、次、ユルトンですね。これもかなり強い。まあ、どっちも強いんですよね。あの、有利状況の時も、普通にどんどんエナジー増やせるから、結局、エナジー8枚ある時が一番強くなるんで、このデッキ。まあ、とっととその6、7のコスト帯をスキップできるっていう意味で、ウルフェン強くて、で、しかももう一個ピンチの時ね、ライフがレッドゾーンに突入してる時に、これ殴ると、なぜかしらけど、ライフが増えると。赤のくせに。赤のくせにライフが増えるから、その、守備的に考えてもかなり強い。ね、まあ、ドクロも妥当なスペックかなと思いました、これは。まあ、このゲーム、はいはい、そもそも、その召喚余裕がないから、そう。アタックする時の能力が結構使いやすいっていうのは、そうだね。実質、チップで考えていいというか、うん、ほぼチップみたいなもんなんで、まあかなり強いと。あとは、多分6500って借りが、多分絶妙にやらしいというか、意外としょられん、これ。実質9500だしね。あ、そう。まあ、こちらの単純は9500だし、その6000火力的なカードも多くて、あの、この500が偉かったりします。まあ、キャプテンクリーンカーかな。これは、一応青除去で入れたんですけど、強いっすね。青のカードの、多分まともなトリガー除去がこれぐらいしかなくて、うんうんうん、これも普通に便利でした。うんうん、で、ブルーバースト。相手のユニット全てに5000ダメージってことで、結局このデッキ、その、マナ増やして、高コスト帯に行ってからドンっていうデッキだから、小型並べてくる速攻タイプには弱いかなと思って入れたんですけど、思いのほか悪くないっす。結局、なんか、アイディアこう、これ絶対しょられんやろ、つって、その、8000ぐらいのやつ、バンバンバンつって、殴った時の会社のターン、ブルーバーストとライオネルで、そうね、ほぼ消滅させれます。はい。だからまあ、そういうコンボがあるので、まあ、なんせライオネルが壊れてるわ、とりあえず。で、あと、グラナディガーだな。これは、すごい。とんでもないことが書いてあって、その、トリガーしてプレイするコマンド以外で対象にできないってことで、まあこれ多分あれだよね、あの、ショットトリガーってやつだよね。あの、攻撃した時にこの、ライフ、ペロペロめくっていくんだけど、これで出てくるあの、星マークのカードでしか選べんと。で、しかも、このユニットが破壊された時、あなたの墓地のこのカードをリムーブ、まあ、つまり除外だよね。除外しても良いと。で、そうすると、その後、あなたのエナジーゾーンの、総コスト6以下のユニットカード、まあ、6以下のカード墓地から出せってことだよな。うん、そうです。いかれてる。まあ、それで、例えば殴って、呪われた切り札踏んで除去られても後続出てくるよって、そうそうそう、トリガースペルでしか選べないんだけど、うん、それで処理してもあんま意味ないっていうのは、まあ、出せば結構いい。ほんまかって話よね。まあやばい、これ来たことやばい。本当にこれ多分ガチの故障カードですね。だから9まで貯めるってことはそうそうないから、それぐらい強くしたのかな。そうだね、まあ、終盤の切り札って感じです。まあそんなもんですね。こっちこんな感じです。はい、どうぞ。いや俺らの中の白黒マルグレアはもともとは青白マルグレアになるつもりみたい、うん、まあ喧嘩したもんな一回。はい、うん、
で青取られて、うん、まあ第2段階で白選ぼうみたいな感じになって黒選ぼうやな黒選ぼうやなで、白選びましたで、うん、相手青選びましたってなった時に、うん、残るんで赤黒じゃん、うん、で赤黒ってなった時に、うん、どうしてこっち選んだんだ俺赤じゃねって言ったらでも黒取られたら嫌じゃないってなったんですよ青黒はやばくねってそうだそうだそうだでなんか青取られた、うん、で黒取られた場合って、うん、多分なんだけどなんていうのドローしながら、うん、面取られながらっていうなんか一個の青黒のコンセプトを作られると思って、はいはい、除去し続けるやつね、まあ、あれですよね青が軽量除去が多くて黒にそのなんていうんだろう確定除去が多かったから、うん、そうそうそう青と黒で組まれると何出しても除けられるんじゃないっていう怖さがあったから黒を選んだんだよはい、したら赤青の前から赤の要素がもう爆発的に強い火力がもうなんか除去とかじゃなくてもうバン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 みたいな俺らは除去除去除去って言ったんだけどこの何やっけこいつライオンでラボそうだよねこいつ除去機関だよねそうだからなんか火力がねものを言うっていうことね分かってなかった、まあ、除去機関士単体全部殺してるし、まあ、そう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 1枚で完結しすぎとるよねこのゲームにおいて、まあ、やっぱその破壊耐性があってなおかつ召喚エミがないことは要するにそれないんよ、うんうんうん、まともにショルカードがまあ多分このそうエナジー欲に張り裂ける第一ぐらいなんじゃないかなという感じですねマルグリア、うん、ライオネルに関してはまあそうなんだけどだから強いと思ってた黒の中の除去札はある程度抑えたで黒の除去を利用してまあ言ったら長い盤面っていうロングゲームに持ち込もうとしとったんや、うん、でロングゲームに持ち込んでここら辺を展開してじっくり倒すってつもりだったんだけどロングゲームの展開してるところをこいつにめちゃくちゃにされた、うんなるほどうん、攻める側のパワーが明らかに高かったそうだねそうだね抽選で一方的に殴れて、うん、バトルに勝ったら起きるって言われると、うんうん、てかしかもこいつ素点が6000あるからなかなかしょれんでしょ俺そうだねその普通にえって感じせんでかすぎんだろうって感じだったよそうそうそうだからもしかしたら、はい、これ黒を軸にして、はい、これ今さそのマルグレアを軸に作ってるんだけど、うん、こっちを軸にするだけで全然違うデッキになるかもしれない、うん、それこそさもう片方のスターターに入ってるあいつだからこれだよねこのブルームこれ超強いんよこれスターターに入ってるんだけどこれもだこのスターターに入ってるのよ、うんうんうん、でこのスターターに入ってるやつなんだっけメインフェーズ時に山上2枚めくって、うん、毒のマークが0枚だったら相手のクリーチャー1体確定除去、うん、だこれはパワームシできるからそのうんこういうのをそのわざわざこの自分がコストを支払わずに処理るっていうわけしかもこのブルーム結構バカすぎて、うん、めっちゃ強いんよこれ攻撃するときに代わりにこいつをレストして墓地のやつ6枚こうリムーブ除外すればマナー以下のカード1枚墓地から場に出せる、うんまあ、でもこれもあれだよねその結局青取れたら青黒で組んでこういうのとか入れてデッキ回してとかできそうなんだけどちなスターターは青黒そうなんですよ青取れんかったからさで多分青取れんかったのが結構きつそうな雰囲気はあるそうだね組み手になった敵が青白青黒赤青だったから、うん、っていうのはありそうな雰囲気はある、うんうん、わかるわまあそれと俺はスターターってそんな強くないんじゃないかな俺もそう思ったからだからこいつはねあんまのけものにしとったんやけど相手はスターターでボコボコにしそうねスターターマジ強いわ多分このゲーム始めるととりあえず一旦スターター買うことをおすすめしますマジでスターターで1回ほとんどカード揃うんでスターター買って残り足りないのをシングルで補っていろいろ調整するのがいいのかなと思いますというわけで、以上ビルディバイトの、対戦動画でした